西口東淀川駅は大阪府大阪市淀川区宮原2丁目にある西日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は JRA45、JR 京都線の愛称区間に含まれている。特急、新快速、快速は停車せず、普通のみが停車する。駅名が東淀川駅となっている理由は当初所在地が 大阪市東淀川区に属していたからである。1974年7月22日に大阪市の区の増設が行われ、22区制から26区制に変更されたのに伴い旧東淀川区も東西にに分割され、東半分は東淀川区の区名を継承し、西半分は淀川区となった。この東西分割が東海道本線の東端に沿って行われたため、 当駅は東淀川区ではなく淀川区に取り込まれることとなり、所在地の区名との同一性は失われた。東海道本線における大阪市社の管轄対象駅では最も東にある。JR の特定特市内制度における大阪市内の駅であり、東海道線としては最も東になる。戦前の新幹線計画である弾丸列車計画において弾丸列車線の 新大阪駅になる予定であった駅が、この東淀川駅である。駅そのものは、1940年4月1日、沿線の工業発展による人口増加を受け、東海道本線上に先行して設置された。戦後、東海道新幹線の建設の際、将来の山陽新幹線の延伸を考えて、北方貨物線に並行して建設した方がいいという。 ことで、建設計画が変更され、南側の東海道本線と北方貨物線の分岐点に設置されたのが、1964年10月1日に開業した現在の新大阪駅である。当駅は新大阪駅の開業時に資金となるため、国鉄はそれを代替駅として廃止する方針であったが、周辺住民から苦情が出たために存続したと言われている。 当駅と新大阪駅の間の営業キロが 0.7km と JR 線としては短い理由は蒸気のような経緯による。旧東口駅舎2018年までは東口、西口双方に平屋の駅舎があり、駅舎間及びホーム同士は地下道で連絡していた。地下道は一部が仕切られていて、東西の自由連絡通路として使用されていた。トイレは、 東口駅舎内にのみ設置されていた。二千十八年に、京城駅舎が建設された。東淀川駅の北側にはかつて来た宮原踏切が、同じく南側には南宮原踏切があったが、いずれも開かずの踏切として長い間問題視されていた。踏切以外に線路を渡る手段としては、付近に歩道橋と前述の地下道があったが、いずれもバリアフリー被対応であり、 交通弱者は踏切を横断するしかなかった。2016年5月11日、JR 西日本は東淀川駅を強調化し、自由通路を設置、北宮原と南宮原踏切並びに駅地下通路を廃止する計画を発表した。踏切の廃止と自由通路の新設は、大阪市との共同事業で、2018年末までに、 共用を開始することを目指し、自由通路にはバリアフリー対策としてエスカレーターとエレベーター、スロープが設置されるという。年表にもある通り、2011年4月11日にはエレベーターのみで昇降可能な古戦橋がすでに設置されており、東口から2.3番乗り場への構内、バリアフリールートが確保されていたが、西口から2.3番乗り場へのエレベーターは、 設置されていなかった。京城駅舎の建設は、この古線京を大規模に拡張する形で行われたものである。京城駅舎自由通路は2018年11月11日に、供用を開始し、同時に北宮原踏切、南宮原踏切及び駅構内の地下道は廃止された。ホーム自由通路自由通路付き京上駅舎を有する地上駅。 駅舎の改札内に男女別推薦トイレと多機能トイレがある。エレベーターはホームそれぞれに1台ずつ、駅外から駅舎に入るためのエレベーターが東西に1台ずつ、計4台ある。エスカレーターはホームから駅舎へ上がるエスカレーターが、それぞれのホームに1台ずつ、駅外から駅舎に入るためのエスカレーターが、東西に1台ずつ、計4台あり、いずれも上りのみ。 自由通路は自転車の通行にも対応しているため、駅外から駅車内に上がるためのつづら折れの長いスロープも東西に一つずつ設置されており、駅車内の自由通路部分もタイル張りなどではなくアスファルト舗装になっている。乗り場は、島式ホーム2目ミ線の配置になっている。下り列車の出発相当の信号機は新大阪台、一条内信号機であるが、姫路別所駅のように、 下りが停車場、上りが停留場ではなく上下とも停留場である。分岐器や絶対信号機を持たないため停留所に分類される。各駅停車のみが停車するので内側の2線を使用している。外側線に面した1、4番乗り場には柵が設置されている。ホームの有効長は長いものの列車は水田寄りに停車する。 ホーム屋根も新大阪寄りには設置されていない。アーバンネットワークエリアに属しており、愛孤か利用可能駅である。直営駅であるが駅長は配置されておらず、新大阪駅が当駅を管理している。2019年から、大阪東線の放出駅から新大阪駅間が開通し、大阪東線の列車は新設のデルタ線を経て、神崎川の北方から、 梅田貨物線に入り、当駅の西に並走している梅田貨物線上を走るが、当駅に大阪東専用のホームを設置する計画は特に発表されていない。日中時間帯は1時間に8本が停車する。朝ラッシュ時は本数が多くなる。2019年度の1日平均乗車人員は7,902人である。 新大阪駅へは南へ700メートルと JR 京都線で最短ということや西へ約600メートルの場所には大阪メトロ御堂筋線東三国駅もあるため利用客は多くはない近年の1日平均乗車人員は以下の通りであるやや古いアパートなどが多い住宅街駅前には商店街がある駅の東側から西側へ抜けるには 京城駅舎と一体になった自由通路を使う。自由通路は自転車も通行可能。大阪式バス出店。ありがとうございます。